怪我人は大事にね。状況報告。全て避難完了です。勝者の全員回収しました。オッケー。撤収。ヘリが安全空域に出るまでまだまだ気を緩めないで。こっちは終わったよ。そっちどう？終了だ。が、ユフィ、魔鋼キャノンの方を見てくれ。そこはもう、とっくに。あれ？やはりな。待って待って、おかしいって。そんなはずない。この状況であそこに人がいるはずないよ。ユフィ、先にクラウドたちのところへ戻れ。私はまだやることがありそうだ。ちょっとミセント、なんかヤバそうだよ。戻ってきてよ。また会えた、ルクレツヤ。ごめんなさい。なぜ謝るのは私だ。彼らの行方は未だ分かりません。当番組スタッフがミッドガルで消息を絶ち、3週間が経ちました。一体何が起こったのか。本日は彼らが最後に送信してきた映像をご覧ください。3年間開かれなかった扉、それが今開かれようとしています。ここは今まで記録になかった場所、シンナビル地下深くにある謎の施設です。先ほど手に入れた情報によりますと、ここに数万人の人間が移送された形跡があり、シンナが人体実験を行っていたという噂の原点といったことも考えられます。今回この調査にあたり、同テレビ局スタッフとボランティア団体による あれは何でしょう。早く。
に行け。早くしろ。人の命が星に帰るように、星は空へと帰る。形あるものにはいつしか終わりが訪れる。星もその例外ではない。星はその命が尽きる前、清き命の流れ、ライフストリームを一つにする。それがオメガ、そのためのオメガ、全ての命を集める究極の生命。そして命を集めしオメガ、終わりを始まりへと導くため、星の海へと飛び去る。オメガは命を空へと返すための運ぶ。そして全ての命がなくなった星はやがて静かに死を迎える。フェンリル。